ウマイヤ朝は征服活動を続け、中央アジアや西北インドにまで支配領域を拡大しました。また北アフリカを征服し、711年にはイベリア半島に進出して西ゴート王国を滅ぼし、さらに北方へと攻め入りますが、トゥール・ポワティエ間の戦いで敗れて北上を阻まれ、ピレネー山脈まで押し戻されました。ウマイヤ朝の時代には非アラブ人でイスラム教に改宗する者も増えましたが、税などでアラブ人と同じ待遇を受けなかったので大きな問題となりました。またウマイヤ朝の正当性を否定するシーア派の運動も次第に活発になります。こうした中、ムハンマドの叔父の子孫であるアッバース家がウマイヤ朝打倒運動を起こして政権を奪い、750年アッバース朝を開きます。第2代カリフのマンスールは肥沃なイラク平原の中心であるバグダードに円形の首都を造営し、帝国の基礎を固めました。